自衛隊前駅は北海道札幌市南隅川4条7丁目にある札幌市交通局南北線の駅である。駅番号は N15。当駅の南側から南車両基地への出入湖線が分岐している。このため、麻生発あたり駅止まりの列車が平日の朝8時台に1本、9時台に4本運行されており、 乗客を降ろした後に改装列車として同基地へ入庫する。駅構造の都合上、マコマナ駅南車両基地間をで入庫する車両は、当駅のホーム上で折り返す。かつては当駅発麻生駅の列車も運行されていたが、現在は、非常時及び臨時列車を除くすべての列車が南車両基地から出港後、マコマナ駅まで改装されてから麻生駅として営業運転に入る。 また、南北線上無垢が併設されており、当駅で乗務員の交代が行われる。駅名は、近隣に所在する陸上自衛隊まこまない駐屯地に由来する。同駐屯地は2005年まで札幌雪祭りのまこまない会場として開放されており、当駅はその最寄り駅としての役割も持っていた。そのため、雪祭り期間中はまこまない会場の出入り口に、 同駅の臨時券売所が設けられていた。駅スタンプは自衛隊前駅のイニシャル J の中に札幌市交通資料館が描かれている。二面二線相対式ホームの高架駅。一階に改札口、二階にホームがある。南北千南端部分の高架区間で唯一の対向式ホームであり、それぞれのホームと改札の間にはエレベーターが設置されている。また、 前述の通り当たり駅の南側には、南車両基地への出入湖線と、南行きから北行き方への片渡り点鉄機がある。駅は南北に長く、東出入口と西出入口がある。正人川と斜めに交差する位置にあり、ホームの南半分が川の上にかかっている。ホームへ登る階段をさらに上がると南北線上を向くがある。東側ホームの外側に、 シャッターで閉じられた階段があり、札幌雪祭り期間中はこれを降りたところに臨時改札口が設けられた。この階段は、まこまない駐屯地が雪祭り会場として使用されなくなってからは、出入り口が資材搬入口に用いられ、2015年の液体振興時に伴い撤去された。正人川を挟んで南側の高架下には札幌市交通資料館が設けられ、 旧型のバスや、電車やかつての制服、切符など、市営交通の歴史を物語る資料が展示されている。乗り場札幌市交通局によると、2019年度の1日平均乗車人員は3325人で、あり、これは、南北線の駅並びに、札幌市営地下鉄前駅の中で最も少ない。西出入り口に面して平岸通りが走る。通りを挟んで、 陸上自衛隊まこまない駐屯地がある。東と北西には住宅地が広がる。当駅と接続するバス路線は運行されていない。ありがとうございます。